親指で上から押さえない。薬指も挟まない。この2本指だけで押さえられる程度の力で結構。はい、皆さん毎度毎度。はい、力を抜けね。はい、軽く持つね。はい、まず、軽く持つね。ここね、テンション入れて持ってると、ちょっと動いちゃったね。はい、これね、テンション入れて持って、とにかくね、テンション入れて持つとね、テンションにね、気が入っちゃってね、まともにね、喋れなくなっちゃうね。 <laughs> とりあえずねあの、シェイプしたら、毛束は2本の指で挟むね、人差し指と中指でね、親指と薬指は離せとは言わない、補助する程度に、触る程度にしてても OK ってことだよ。 ここでねあの、テンションをかけろって言われると、やっぱりね、2本指だけだとね、力が足んなくて、親指と下の薬指で補助して、力出すようになるんだよ、そうするとね、肘にも力が入る、肩にも力が入る、腰にまで力が入っちゃうんだよね、そうすると、ロット取り行く右手が動きがぎごちなくなっちゃうのね,ね。左手でね、テンションをかけてね、毛束をしっかり持て、こうやって言ったときはね、その左手をね、そこの場所から動かすなってなるんだよね、もう動かしたら面が崩れるから、うまく巻けなくなるよと。 左手をね、毛束持って空、力入れて、引っ張りながら空中で固定して、その間にペーパー取る、ロット取るなんて、それはもう、動きがね、ぎこちなくなる、もういいとこだよね。やっぱりね、左手、毛束持ってる左手は、まあそんな、テンションかけなくていいんだよ。多少上にずれてもね、手前にずれても、どうってことない。意外とね、どうってことないもんだよ。 あと、ワインディング始めてね、すぐみんな言い出すのは、両端がたるむっていう現象ね、真ん中にはきっちり負けてるんだけど、両端がどうしてもあのたるんでしまう、これ、テンションかけすぎの場合が多いね、テンションかければかけるほど、なんなんだろう、あれ、両端がたるんでくんだよ、自然な力でね、優しくふわっと巻くと、意外とね、両端がたるまずきれいに巻けたりするよね、またこれは説明するけどね、理解できる説明ができればいいけどね、またうちのなんかわけわかんない説明になっちゃうだろうけどね。 左手がね、力んでねテンションかけてね 人差し指と中指だけじゃなく、親指と薬指までサポートしてね、引っ張りながらね、テンションかけて持ってると、右手のね、ロット,トリック手が、ぎこちなくなって、ガチャ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 ね、ペーパー落としたり、ロットすっとばしたりね。あの、美容学生さんの若いうちだったらね、もう鍛えれば、なんとかこなせるかもしんないけど、だからそんなこと鍛えなくてもいいよ、別に。めっからね、脱力系ワインディング、力入れないってことだよね。またこの力加減っていうのは微妙でね。 力を抜くあの力むなじゃあテンションどのぐらいではちょっと測ろうね 100g ぐらいかねちょっといくともう1 1 0 1 0 g 超えちゃうねだテンションなんていうのは軽く 100g 前後に 80g でいいぐらいだね2本指だったら 80g で女の子だったらこのぐらいの力じゃない見えるちちょっと今上上に持ち上げるけどね うん、こんなもんでよ。100g 以下見えるね。まあ、こんなもんだね。うん、まあ、このぐらいのテンションでいいんじゃない、うん、テンションのかけすぎは、ろくなことがない。はい。